皆さんこんにちはそれでは今からレックの会計士講座ですねカリキュラムの方をですねお時間10分上昇いただいて説明させていただきます担当しますのはレック専任講師会計士講座の影間と申しますよろしくお願いいたしますはいこの動画をねご覧になられている方はこれから公認会計士の試験目指してみようと思われている方がですね多いと思いますまあその方のためにですね今日はこのレックのですねカリキュラムこれを説明したいと思います でえー、もし、ね、資料請求なんかされている方はお手元にこういったレックのです、ね、会計,会計士講座のパンフレットがあるかと思いますけれども、まあ、もし、ね、お手元にないよという方も、えー、今日こちらのです、ね、プレゼンターにパンフレットの中身をして説明の方をです、ね、してまいりますので、えー、こちらのです、ね、画面の方で確認していただけたらと思います、はいでえーまあ、パンフレットをお持ちの方はです、ねえー、このパンフレットの24ページ、25ページを開いてみ、えー、てください。 はいえー、ここにですね2021年担当合格コース空きというですねコースのカリキュラムが、えーまあ、見開きにわたって、えー、載っております、はいえー。これがまさに会計士をですねこれから目指すという方にですね向けたレックのカリキュラムになります、はいえー、会計士試験というのはですね2つのフェーズに分かれておりまして1つは担当試験試験。 そしてその担当式本試験をクリアすると、えー、最終難関として待ち構えているのが論文式本試験になりますまず担当式試験に合格する必要がありレックのカリキュラムの特徴というのはですね担当式試験に合格するまでは基本担当式試験の勉強しかやらないこれがレックのカリキュラムの最大の特徴になります、はい、そしてですね今こう2020年の8月9月10月 辺りからこう会計士のですね資格を目指そうと思って学習を始められた方はですね目標とすべき担当式試験をいつに設定するのかというとですか目指すべき担当式試験というのは2021年の12月に行われる担当式試験になります。2021 12年の12月に行われる担当式試験と で、まあ、担当式試験、ね、いつ実施なのかとかね論文式試験がどういう試験なのかとかは、えー、これはまたですね別の動画でアップされていると思いますのでそちらのの方方でご確認の方をお願いします、ねまあ、担当式試験は年に2回12月と5月に行われますけれども、えー、そのうちの2021年の12月の担当式本試験を目指す、ね、これがレックの担当合格コースの目標になります。 期間としては、大体1年2ヶ月、1年3ヶ月。まあ学習開始のタイミングによって、多少ですね、えー、前後しますけれども、大体1年2、3ヶ月で担当式本試験の合格を目指しましょうというコース。これがレックのカリキュラムで。かつ、担当に合格するまでは、担当式の勉強しかやらない、ね。この2つがレック最大の特徴です。担当に特化することで、1年少しで担当式試験を突破していきましょう。はい。 えー、これがねレックの担当合格スコースの、えー、特徴になります。で、なんでねレックはこの担当式本試験に特化するのかというと、まあ理由二つあるんですよ。一つはですね、はい、これ試験の合格率なんですけども、担当式本試験の合格率は、まあ会によってばらつきはありますが、十五パーセントから二十パーセント、だいたい。 でそれに対して論文式訪試験の合格率これも当然ばらつきはあるんですけれども35%から40%純粋にこの割合だけ見ても担当式訪試験の方が合格率が低いということがうかがえますなので,でまず合格率の低い担当に力を最大限注ぐことによって確実にその担当っていうものを突破していきましょうというのがまず一つ狙いとしてあります はいそしてもう一つ、ですねレックが担当式に特化する理由というのがありまして、これ、何かというと、担当免除制度という制度があるんですよ、担当式試験には。ねえーまあ、詳しくはね、あの試験制度のところの動画を見てもらいたいんですが、一瞬だけ、ね、ちょっとパンフレットの後ろの方で、担当免除制度の説明があるので、一瞬だけ見ていきましょうか、パンフレットの46ページ、ね、見てください、パンフレットの46ページ。 まあ、少しね、こう、緑基調のページになりますが。パンフレットの四十六ページの。左下に、これ担当免除制度の説明があります。はい。この担当免除制度というのは、まあ、どういった試験制度かと言いますと。担当式試験に一度合格すれば。仮に、その後の論文式試験に落ちてしまったとしても。その後、二年間は。 担当式式試試験験験をを受験するるここととなく、ダイレクトでで論文のの挑戦権っていうものを得ることができます。言い方変えれば1回担当式に受かれば3回論文式試験を受けることができるとで論文式試験は年に1回しかないんですよ8月ねなのでまあもしね仮に論文式試験に、えー、落ちてしまったら、まあ、1年間はですねこう論文の勉強をすることになりますまあ期間的には長いんですけれども、ね、ただその間にまた担当っていうものが入るとこれ厄介になってくるんですよ 何が厄介かというとこの担当式と論文式って出出題題範囲や出題形式が異なるんですねはいなのでまず担当に特化して担当合格っていうものを確実なものにしてその後論文式を倒していくっていうですね手順を踏んだカリキュラムがレックのカリキュラムになっております。まあ初めからですねこの不合格になるっていうことを想定するのは確かにあまりよくないですけれども。 ただ一度担当を倒せばその後ですね論文式の挑戦権は3回得られますのでその中で確実に論文も倒していくことができると。で論文の合格率というのはまあ35%から40%ですからね担当式試験に突破されたほとんどの受験生はその後3回の論文式試験の受験で合格しています。さらに言えば ほとんどの受験生まあほとんどというのはちょっと言い過ぎですけども多くの受験生は2回目ままででの論文で合格しています、ね、当然一発合格ありますよ。担当に受かりました12月の担当に受かりましたその8ヶ月後の8月の論文にストレートで受かるっていうことも全然ありますよそれは全然ありますけれども、ね、まあよりね、えー、多くの合格者が出てくるのはやっぱ2回目の論文式っていうのがね、まあ、多くの、えー、合格者を輩出するようなですねあの試験にはなっております。はいまあ、このようにですね 担当免除制度、さらにはこの担当合格率を踏まえて、レックは担当に特化するっていうカリキュラムで、皆さんに会計士にですね、合格してもらおうというですね、提供させていただいております。はい。じゃあまたパンフレットの24ページ行きましょうか。で、まあそのね、1年2ヶ月後の担当式金試験を目指すカリキュラムが、 えー、この2020年秋から1年3か月後2か月後の担当試験式を目指していきましょうというコースです。はい、でこの担当合格コースの秋制はですね大きく分けるとその中2つに分かれます。まずパンフレットの24ページの赤帯のところのですね、えー、入門期間これがですね、まあ、2020年秋から学習を開始され 2021年の4月ぐらいまで入門期間というものが続いていきこの中で講義が101コマあります約300時間これ1コマですね1回の講義3時間なんですよだから約300時間で会計士の合格に必要な基礎力を身につけましょうという期間になります会計士の合格に必要な基礎力を身につけましょうとでこの入門期間が終了すると もう一回のですねこの5月の担当式試験というものがやってきます期間的に言うと2021年の5月の担当式試験がやってくるんですけれども入門期間の学習だけで担当式試験に受かるというのはこれはなかなか厳しいんですねですんで多くの受験生は5月の担当式試験受験はするんですけれどもこれはお試し受験の位置づけで受験しますお試し受験をして試験の雰囲気を味わってで、えー、まあ入門期でね出た 学習した問題題が出題されれればそれは解いていて、ね、でも、まあ、入門期だけでですね全ての範囲が終了とするわけではありませんのでまだ習ってない問題も出てきたりね、えー、かなりこう難しい問題も中には出てくるんですけれども、ねまあ、そういったところはそんなに気にせずとりあえずその雰囲気を体感し入門で習った問題が出たら確実に取ると、ね、でその入門で習った問題が出て取れなかった場合はその後の反省点にしていくというようなものがですねこの途中にあるお試し受験の担当式試験になります。 はい、そして2021年の5月の担当式試験が終了した後ですね上級講座というものが始まっていきます、まあ、この黒帯のところですねフェーズ2というところ、ね、上級講座が始まっていきますこの上級講座がですねより実践的な、ね、内容になります担当式試験突破のためのより実践力応用力というものを鍛え上げるですね、えー、フェーズこれが上級講座になります この上級講座を受講していただければですね、担当式試験に合格する力が十分に身につきますので、えー、あとはですね、会計試験の、えーまあ、勉強のコツであるですね、問題演習をたくさん積んで、12月の本番の担当式試験を迎え撃つ。そして倒していくと。はい。えー、これがですね、レックのカリキュラムになります。で、冒頭申し上げた通り、レックのカリキュラムは、担当に受かるまでは担当の勉強しか基本やっていかない。 論文式試験になると学習科目が増えます二科目増えるんですけどもその科目は基本的に担当勉強時にはやりません特に12月の担当式試験を目指すという方はですね12月の担当が終わってからでも十分に論文式の勉強間に合いますからもう本当に12月の担当までは担当の勉強に特化していくこれで十分ね合格することができかつ 12月の担当式試験に受かればですよ。8月の論文式試験まで8ヶ月ありますから、担当を一発でクリアして、論文も一発でっていうですね、えー、こういう道筋が明確に見えてきます。明確に見えてきます、これは。はい。なので、ぜひですね、この2020年の秋から勉強を始めて、なんとかですね、1年2ヶ月後の担当式試験、合格し、その8ヶ月後の論文式試験もストレートで突破していただきたいと。ね、心からそう思っております。で、 じゃあ論文のカリキュラムはどうなんだというところなんですけども担当式試験一発で合格された方はこれパンフレットだと26ページですねはいことができますこれまあ通常だと下にある通りまあ20万22万とかねするんですけども26万とか、まあ、DV ではちょっと高くなってくるんで26万とかするんですが。 担当に目標年度の担当に一発合格された方は小学生価格ということで論文コースは5万で申し込むことができますのでねなんとかねその5万円で論文申し込むっていうところをまあ一つね金銭的なモチベーションになってしまいますけれどもまあそこもね一つこうモチベーションにはなるとなんでそこをね一つ目指してまあ当然ねえ受かるっていうですねえことが大事ですけれども。 担当に受かるイコール、まあ、論文のコースが5万でいけるというですね、えーまあ、少し人参的な効果になってしまいますけれども、えーまあ、そこを、ね、あの目指してもらえればですね、まあ、一石二鳥かなと思いますので、ねまあ、ぜひ、ねえー、合格するのであってもですよいっぱいお金をかけて合格するというよりも、まあ、なるべく、ね、こうリーズナブルに合格できればですねそれに越したことはないわけですから、ねえー、なのでまあかなり価格的にはこう論文コースというものはお得になっていると思ってくださいはい。 そして、えーまあ、12月の担当に合格した後ですね、論文のカリキュラムを8ヶ月間勉強していき、8月の論文も突破していくというですね、そういう流れになると考えてください。はい。えーまあ、ここまでが、ね、こうレックのカリキュラムになります。あとですね、まあ、カリキュラムと直接は関係ないんですけれども、えーまあ、レックね、こう質問制度がですね充実しておりますので、えーまあ、教えてチューターといって、 えー、パソコンのメールの方で質問するという制度もありますけれども、えー、最近はですね、えー、講師直通の LINE で質問というものができます。私もですね、直接 LINE を受けて、えー、まあ、1日に何件も、ね、質問が来るんで、まあ,あの、なるべく早く返すようにはしてるんですけれども、えー、そのページ、一応ね、紹介させていただくと、質問のね、えー、ページが、 このパンフレットでいうと16ページと17ページにありますので、まあ、パンフレットをお持ちの方はねちょっと見ていただければと思います、えー、まあ最近人気なのはもう圧倒的 LINE の質問 LINE の質問これはですね講師直通 LINE になります、まあ、私の他にですね各科目担当講師がえ直接 LINE でお答えしますなんでまあなるべく早く返すようにしていますので私の場合だとまあ簡単な質問であればもう 見た瞬間、ライン来た瞬間に、えー、まあすぐ見て即ね、えー、返信するっていうこともできます、ね。ただ例えば問題集のここがわかりませんというときに、まあちょうど私が外に出ていて問題集がなければまた少し後のタイミングで返すということになりますけれども、ね、まあなんとかですね、えー、まあ翌日遅くても2日後以内に返信をするというところは私は目指しておりますので、えー、比較的まあ返信の方が早いかなと思います。早ければ即レスということもありますので。 でまあ、24時間 LINE、ね、してもらって全然構いません、まあ、あの寝てるときは当然返せないんですけども、まあ、サイレントにしていますので、まあ、朝起きて返,す問題は返せる、ね、質問はパパッと、ね、あの返していきますので、えーまあ、いつでも24時間、ね、質問できるそして、まあ、かなり、ね、こうレスノーも早い、ね、質問制度になるのでかなりこれは人気がありますと、はい、あとはです、ね、予約制になるんですけども、えー、対面や電話で直接、まあ、講師に 質問ししたたりり学習相談をしたりすることもできますこれちょっと予約制なんですけれども、まあ、最近はねこういったあの感染症のです、ね、状況になりますのであまり対面というのはですね、まあ、人気がないんですけど。 ただ電話の方はその分ですねあの予約があの結構ですね埋まってきますので、えー、まあ電話でちょっと LINE だと面倒くさいとかねまあ確かに打つの面倒くさかったりしますから、えー、直接電話で話したいあとは学習相談ですね、えー、質問だったら LINE で聞けるんだけれども、えー、進路のこととかですね学習方法だとか、えー、どうやって勉強やったらいいのかとかねそういうことを聞きたい,聞きたいという場合は、まあ、LINE だとかなりこう長くなってしまいますのでもう直接電話でっていうこともよくあります。ね、はい なので,です、ね、質問の方法っていうのがですねかなりこう最近は充実してきていますので、えー、特にですねこう生の通学の講義に通えない方でなるべくねこう質問についてですね不備がないようにしたいという方はですね、えー、そこについても心配する必要は全くありませんので、ね、もうね安心していろんな、ねえー、手段を使って、えー、質問をしてもらえれば、ねえー、こちらの方もですね質問大歓迎ですから。 えなんとかこうね、えー、まあ講師をですね利用して受かってそしてですねもう会計士として羽ばたいてもらいたいとですね、まあ、どの講師も思っておりますので是非、えー、ですね、えー、うまくこう質問ツールを活用していただければと思います。 はい、えー、というところですね、まあ、ちょっと10分はだいぶ過ぎてしまいましたけれども、えー、レックのですね公認会計士のですねカリキュラムということで、ですねお時間いただいて、説明の方をさせていただきました、ねえーまあ、実際に、ね、興味が出てきて、頑張ろうと思われた方、ですね、えー、候補者の方またはですねウェブで、えー、講義、ですね待っておりますので、えー、ぜひ、ね、一緒に担当式試験、ですねそして論文式試験突破して、えーまあ、会計士の祝、ね、賀会なんかでお会いできることを楽しみにしております。 はい、えー、それではですねご視聴ありがとうございました以上となりますお疲れ様でした